アンニェ倉澤蓮美壁にかけられた振り子時計がこっちんこっちんと退屈な調子で時を刻んでいるその横のガラリと大きく開け放った窓からは ひのひかりがさしこんでいたああそとにいきたいなだってそらはピカピカとはれわたってきょうはぜっこうのザリガニずりびよりなのだたんぼのわきをながれるようすいろのみずも ちょうどよくぬるまっているだろうし、風も暖かくて優しい。タモを手に、はだしになって膝まで水につかったら、どんなに気持ちがいいだろう。だいたい、こんないい日にザリガニ釣りに行かなかったら、タケちゃんやキヨちゃんにみんな取られちゃうじゃないか。僕はそわそわしながら木づちを振った。コン とのいいいががして青い駒が一つ抜ける憎らしいほどのいい天気なのに僕は家の中で弟の遊び相手をしてやらなくちゃいけなかったうちにもテレビがあればこんな雨降りの日にしか使わないようなおもちゃをわざわざ引っ張り出さなくてもよかったんだけど残念ながら僕の家にはラジオしかない。 この村でテレビを持っているのは、村長さんや駅前のお医者さんくらいのものだ。秋兄ちゃん、ずるいや突然、しげるが鼻詰まりの声を張り上げた。簡単なのばっかり狙ってるだるま落としが僕のようにうまくいかなくて、しげるは感触を起こしかけていた。まったく、気管気な奴だった。 どの駒だって同じだよ。いつもなら勝ちを譲ってやるところだけど、僕は外に遊びに行けないせいで、少し意地悪になっていた。ほら、さっさとやれよ。そう言ってしげるに木づちを渡す。残り二色の駒は、さっきの揺れであちこちがずれて、てっぺんにあるだるまは今にも落っこちてしまいそうだった。 これからしげるがどこを狙おうと失敗してだるまを落としてしまうのは目に見えていた。うーん、うーん。しげるが熱で赤いほっぺたをさらに赤くしてうなっている。泣くかなと僕は心配になった。しげるが泣いたら奥の座敷で寝ている母ちゃんが 心配して起きてくるに違いない。それじゃあ困るんだ。母ちゃんがほんのちょっとの間だけでも安心して休んでいられるように、風邪気味のしげるのおもりを買って出たのは、この僕なんだから。ふう,う。しげるの両目がふるるっと動いた。僕たちの間の空気がピーンと張り詰めていく。 しまった。泣くかな。そう感じて、僕がしげるをなだめようと、口を開きかけたときだった。おーい、帰ったぞ。ガラガラっと音を立てて、玄関の引き戸が開いた。あ、父ちゃんだこういうとき、真っ先に飛び出すのは、決まってしげるだった。 自分のかじ引きはもちろん、だるま落としで僕に負けそうだったことまでけろりと忘れて、玄関をめがけて走っていく。もうだるま落としはおしまいだろう。僕はゴム鉄砲や陣取り板や、いろいろなおむちゃを入れておく木箱にだるま落としを放り込んでから、しげるの後を追って玄関に向かった。父ちゃん、お帰り。おお、秋よ、ただいま。 父ちゃん、お土産はねえ、お土産はしげるは、お帰りなさいも言わないで、小さな手を出してねだっている。父ちゃんはしげるの頭をコツッとこずくと、ざら紙で包まれたお土産をしげるの手のひらにのせた。母ちゃんに見せてからだぞ。うん米粒みたいな歯を覗かせて、 しげるは紙包みを両手にのせたまま、寝間へとかけていった。ぼくは父ちゃんと目を見合わせ、しょうがないな、というように、ふふっと笑った。 ちゃんの一番いいところはどこかよそへ呼ばれてごちそうやお菓子を出されると必ず残して家に持って帰ってきてくれるところだった僕たち兄弟はそれが楽しみで楽しみで父ちゃんが村の寄り合いや近所のお呼ばれに出かけるとお土産のあるなしを確かめるまではおとなしく布団に入ることもできなかった 父ちゃんのお土産は、その時々によっていろいろだった。小魚のつくだ煮、薄茶色のくるみ豆腐、紅白のかまぼこ、塩引きの鮭。この辺は山の奥の方だから、肉も魚もかまぼこも、何でも全部ごちそうだった。たっぷり衣のついた大きなエビフライと来たら、 見応えも食べ応えも十分だったし、バナナが丸ごと一本なんて時もあった。厚紙の折り箱に桜でんぶやかんぴょうや甘い黄色い卵焼きの入った海苔巻きが詰まっていた時は、その美味しさを友達にまで言いふらしたほどだった。お菓子だと、サクサクの塩せんべいの時もあれば、固く身の締まった 酸っぱいみかんの時もあった。それから、兄弟三人で奪い合うようにして食べた甘納豆やカリン糖。僕たちにとっては甘いものが最高のおやつだった。その中でも、とびっきり美味しくて、絶対に忘れられないものといえば、見た目はふんわり軽いのに、 噛むとむっちり歯にくっついて、舌にずっしりと甘いカステラだった。あれはおととしのことだった。生まれてはじめてカステラを食べたときのことを、ぼくは今でもよく覚えている。それもやっぱり父ちゃんのお土産だった。卵焼きと同じ色をした夢のようなお菓子。 上と下がレンガみたいな茶色で、下の茶色にはザラメ砂糖が砂利みたいにたくさんついていて、その一粒一粒がキラキラと輝いていた。母ちゃん、食べてもいいいつもだったらしぎるのセリフなのに、この時に限っては僕が一番に聞いていた。母ちゃんは困ったように笑うと、 まずは仏様にねと言って僕の手にカステラを預けて仏間に押し合ったそもそも父ちゃんのお土産はお菓子に限らずすぐには口に入らなかった最初に必ず仏様にあげるのだ仏様の前から下げてきて兄弟で分け合って食べるのはだいたい半日かどんなに早くても 2時間は待たなくちゃいけなかっただからカステラがお土産だったあの日は僕も兄ちゃんも茂も仏様にあげている時間をとてつもなく長く感じたやっとお許しが出て僕が台所にカステラを持っていくと母ちゃんはふっくらしたカステラにスッと包丁を入れてくれたほーらあきちゃん おどくみね。そう言って、母ちゃんは包丁できっちり三等分する前に、僕だけに薄くそいだカステラを食べさせてくれた。何が嬉しかったって、これがものすごく嬉しかった。母ちゃんが僕だけを特別扱いすることなんてめったにない。みんなからなんだかんだとかまってもらったり、 声をかけてもらえるのは、兄ちゃんかしげるで、二番目の僕はいつもどこか影が薄かった。母ちゃんにはエコひいきしているつもりなんか全然ないんだろう。でもしげるがひどい甘えん坊でわがままだから、僕はなんとなく甘えるチャンスを逃していた。兄ちゃんが中学生になったとき、 今度はやっと僕が母ちゃんを独占できると思ったのに、しげるが順番を無視していきなり出しゃばってきたのだ。しげると一緒になって甘えるには僕は大きくなりすぎていたし、かといって兄ちゃんみたいに大人にもなれない。だから、母ちゃんがこんなに美味しいものを僕一人だけに先に食べさせてくれるなんて、それだけでもう 僕にとっては大事件だったああ蜂蜜のいい匂いがするわたまごの黄色もこんなにきれいでふっくらとしてこれはとびきり上等のカステラねどうおいしい母ちゃんが目を細めて僕に尋ねる僕はこっくりとうなずいた キー兄ちゃんとシゲちゃんには内緒ね。うん。それじゃ、お茶にしましょう。裏の畑から父ちゃんを呼んできてちょうだい。僕はまたこっくりとうなずいて、裏の畑に飛び出した。口の中にはカステラの薄い一切れ。本当にその甘いことと言ったらなかった。 笹ささだんごに入れるあん玉をこっそり口に放り込んだ時よりもずっとずっと甘く感じる。飴玉の甘みとも違うおなかの底まで響くような濃い甘さ。気のせいか鼻息まで甘く感じる。これが蜂蜜の甘さなのだろうか。飲み込んでしまうのがもったいなくて僕はそのカステラの薄い一切れを。 溶けてなくなるまで下の上に置いていた。 きよ、あきよ。えあ,あ何父ちゃんの声で、僕はふっとカステラの思い出から覚めた。お土産の包みを見るだけでカステラを思い出してしまうのは、僕の癖になっていた。たらいに水をくんできてくれ。うん。ああ、泥だらけだね。 ぬかるみを通ってきたのだろう、父ちゃんの足とゴムぞーりは泥まみれだった。父ちゃんのゴムぞーりは、どのくらい昔から履き続けているのか、ものすごいしりきれぞーりだった。紺色の鼻緒はボロボロで、ぽっかり開いた穴からは芯にしてあるさらしが見える。それも今は土に汚れて真っ黒だった。やれやれ。 今日はだいぶ暑いな。ふくらはぎにまで跳ね上がった泥は、もう半分以上が乾いて白くなっている。父ちゃんは上がりがまちにどっかり腰を下ろすと、首に巻いた手ぬぐいを外して、耳の後ろと顔をゴシゴシこすった。夏までにはまだ間があるけど、今日みたいに陽気がいいと、じっとりと汗ばんでくる。 僕はあちこちがデコボコになった金だらいをひっさげて裏の畑へ回った。兄ちゃんのお古のズックで土を踏みしめるたびに細かな砂ぼこりが立つ。僕はキュウリの棚の横をすり抜けて隣の家の畑と僕の家の畑の境目になっている細い小川まで走った。水の流れる音が ちゃらちゃらと耳をくすぐる。金だらいいっぱいにくんで、よっと声をかけて立ち上がると、冷たい水がピチンと跳ねて、僕の頬をぬらした。金だらいの中で昼下がりの太陽が揺れて眩しい。僕は真っ青な空に惹かれるようにして、目をあげた。 雲とつない青空のはるか向こうに青い山々の連なりが見える。そこからゆっくり目を戻すと明るい黄緑から濃い深緑までの色々な緑色を散りばめた畑がしばらく続いてじきに観音様の杉林にたどり着く。村ずれにある広い杉林の真ん中にぽつんと立っているお寺を僕たちは 観音様と呼んでいた。何でも昔々とても勇敢な将軍がいたらしい。その将軍が北国での戦いを命じられた時、観音像を背負って出かけたのだという。その時の観音像があそこのお寺でお祭りしている観音様なんだよと、どこの家のじっちゃんばっちゃんも口を揃えて言うのだ。だから僕たちの間では、 杉林のお寺といえば、観音様で通っていた。そういえば、先週はお尚先生からいっぱい丸をもらったな。僕はこの前の修字の稽古を思い出した。観音様のお尚先生は、日曜日になると修字教室を開く。学校の先生が言うには、お尚先生は、知る人ぞ知る。 筆の名人なのだという。だから僕たち村の子供は、男も女も、みんなお尚先生から字を習っていた。兄ちゃんも中学校に上がるまでずっと習いに行っていたし、僕も一年生になった4月から通っている。しげるはまだ学校へ上がっていないけど、僕と一緒に行くと言って聞かなくて、この春からみんなの仲間入りをしていた。 僕たちの第二の先生とも呼べるおしょう先生はなかなかおっかない人で何か悪さをすると目から火花が出そうなくらいのげんこつをくれた女の子でも口で言って聞かないと平気で廊下に正座をさせたでも優しい時はちゃんと優しくていい子にしていたり特にいい字が書けたりするとご褒美に 雨だのみかんだのをくれた。自慢じゃないけれど、僕はおしょう先生に褒められることが多い。この前も、こんな威勢のいい朝日は初めてだ。そのうちお天道様が半死から飛び出すぞ、と褒めてもらった。それを思い出すと、自然と口元が緩んでしまう。母ちゃんも、上手にかけたと言って、 台所の柱に貼ってくれたのだ。僕は一人でニヤニヤしながら、金だらいの水をこぼさないように、そっと歩き始めた。それと同時に、しげるの声が聞こえてきた。あきにいちゃーん見ると、勝手口でしげるが手を振っている。五色豆だよお土産の あのザラガミの中身を知らせに来たのだろう。しげるは早く早くと僕をせかした。赤いのと白いのと黄色いのと緑色のと、それから茶色いのがあるよ。俺赤いのがいい。秋兄ちゃんはじゃあ白いの。五色豆は鍋で炒った大豆に、 赤や白の綺麗な砂糖衣をつけたお菓子だった。僕が白いのがいいと言ったのは、白い衣のかかったものが大抵一番多く入っているからだった。ダメだよ白は母ちゃんのしげるが偉そうに怒鳴る。これが兄ちゃんの取り分だったら僕も頑張ったかもしれないけど、母ちゃんを出されたのでは叶なわない。 僕は金だらいを抱えた手を軽く伸ばして、こう返事をした。じゃあ、黄色でいいよ。やい、黄色は一個しかないぞ。そう言って、しげるはするりと家の中へ隠れた。しげるのやつめ。こんな水を張った金だらいを持っていなければ、 飛んでいって頭の一つも叩いてやるところだった。僕は腹立ち紛れに足元に生えていた草をぐしゃっと踏みつぶした。 すずめの鳴き声が聞こえてくる。僕は眠い目をこすりこすり、納屋に手を加えた小さな作業場で、兄ちゃんの手伝いをしていた。作業場は、かまどの熱気が隅々まで行き渡って、ムンムンしていた。しげるが入れるくらいの大きな金物のせいろからは、真っ白い湯気がひっきりなしに吹き出ている。 よし、そろそろだな。兄ちゃんはねじりはちまきにシャツ一枚になって踏み台に上がった。今日は単語の節句だ。僕たちの村では月遅れで節句を祝うから、ひな祭りといったら四月の三日だし、単語の節句だと六月五日だった。今日はあいにくと風がなくて、 せっかく立ててもらった恋のぼりがびくともしなくて尺だったけど、天気はそんなに悪くなかった。薄曇りの空の下に、田植えのすんだ鮮やかな若草色の田んぼが、遠くの山裾まで続いている。僕の家は、村で一軒のち屋だった。父ちゃんと母ちゃんが二人して、おめでたい時の赤飯やお葬式の時の醤油おこは、 お正月の切り餅や鏡餅なんかを作っている。これから夏にかけては、ちまきやささ団子も作るし、お彼岸にはおはぎも作る。だから年の暮れとか、今日みたいな節句の日には、何日も前から大忙しなのだ。それにしても、ここ二三日は、父ちゃんたちの手伝いで目が回りそうだった。 今年は村内で初絶句を迎える男の子が9人もいる。うち祝いとして親戚や近所に配るのは昔から赤飯と手拭いと決まっていたから、僕のところはそれぞれの家から赤飯を織り箱にして20や30ずつ、とにかくたくさん頼まれていた。その他にいつもの年と同じようにちまきも作るから、 今日も夜が明ける前から、僕と兄ちゃんは父ちゃんたちの手伝いに追われていた。離れてな。暑いぞ。こわごわの軍手をはめて、兄ちゃんが大きなせいろの蓋を開ける。爆発でもしたみたいに湯気の塊がぼわっと飛び出してくる。僕はそれを合図に、兄ちゃんに普段使っているものの倍はある、 大きなしゃもじを手渡した中学校に上がってから兄ちゃんは父ちゃんと同じくらい働くようになっていたしげるが生まれた頃から母ちゃんがなんとなく伏せりがちになったせいもあって兄ちゃんはどんどん働き者になっていった母ちゃんはいつもは畑に出たりして元気だけどちょっと風邪をひいたりすると 普通の人よりも治りが悪かった。でも最近は調子がいいらしい。今も外でちまきにするもち米をちゃっちゃと研いでいる。赤飯炊きがだいぶ落ち着いたから、今度はうちの親戚が食べる分のちまきを作り始めたのだ。秋お、入れ物。兄ちゃんが湯気と汗で、 ひたをびっしょりにしながら石飯を混ぜているのを見ると、僕も頑張らなくちゃという気持ちになってくる。はい、兄ちゃん。僕は作業台に積んであった赤いプラスチックの折り箱を取って兄ちゃんに渡した。兄ちゃんが熱々の石飯を装う。僕が素早くごま塩を振る。その繰り返し。それが済むと、 兄ちゃんは踏み台から飛び降りて、赤飯に蓋をして回った。僕は、うちいわいと書かれたのしをぴったり巻いて、輪ゴムで止めた。これでようやく一段落だ。こんなに大きなせいろで蒸しても、赤飯はいっぺんに15人前しか炊けなかった。兄ちゃんと父ちゃんが、昨日の昼から夜通しでやっているけど、 それでも全部炊き終えるまであと2回はかかるだろう。もう7時か。あっという間だな。兄ちゃんは作業場の時計を見合って、ふっと息をつくと、額の汗を拭いた。ついでに、ねじり鉢巻きの手ぬぐいをといて、僕の顔も拭いてくれた。兄ちゃん、腹減った。 俺もだ。僕と兄ちゃんは同時に赤飯のせいろを見た。そしてまた同時に顔を見合わせる。ちょっと待ってな。そう言うと兄ちゃんは踏み台に上がって大きなしゃもじでせいろの底に敷いた布巾をガシガシとこすり始めた。布巾にこびりついた赤いご飯粒を集めているのだ。 しゃもじにくっついたごはん粒もせいろの縁を使って器用にこそぎ落として、兄ちゃんは小さな赤飯おにぎりを二つこしらえてくれた。ほら、兄ちゃんがささっとごま塩を振って、おにぎりの片方を僕に差し出す。パクリとかじりついて兄ちゃんを見上げると、兄ちゃんも一口で頬張って、にやっと笑った。 ねえ兄ちゃん僕は塩の効いたもちもちした赤飯をすっかり飲み込んでから兄ちゃんに話しかけた「観音様の話って本当だと思う観音様の話ほら昔えらい将軍が観音様を担いできたっていう話こんな山奥に 本当にそんなすごいものがあるのかなさあなあ、本当かもしれんし、嘘かもしれん。まあ、ここは田舎だから、自慢の種は大きい方がいいんだろふーん。僕がこんな話を持ち出したのには、わけがあった。杉林の観音様では、4月と6月になると、 子供だけのお楽しみ会が開かれる。4月はもちろんひな祭りの会で、6月は端午の会だった。ひな祭りは女のもので、端午は男の日だったけど、観音様のところでは男も女もみんな一緒に遊んだ。修辞教室では男と女は席が離れていたし、毎日学校が終わってから遊ぶときも男と女では、 やっぱり別々だった。だから僕たちは年に2回のお楽しみ会をちょっぴり恥ずかしいけど実は楽しみに待っていたのだいつもは厳しい和尚先生もこの日だけは一日中ニコニコ顔でいたずらも見逃してくれるし甘酒やお汁こやお菓子をうーんと振る舞ってくれるだから僕たちは遠慮なくお堂に上がって お菓子を食べながら歌を歌ったり、すごろくやカルタ取りをして、日が暮れるまで遊んだ。会の最後には、はずれのないくじ引きまであって、商品をしっかり胸に抱いて帰るときの嬉しさと言ったら、お正月以上だった。ああ、お楽しみ会に行きたいな。僕は指についた赤いご飯粒を舐めながら、ため息をついた。 でも、今日はこんなに忙しいんだもん。だめだろうな。赤飯はあと2回は炊かないといけないし、その後は配達もある。母ちゃんのちまき作りだって手伝わないわけにはいかない。観音様のお楽しみ会は昼からだけど、それまでに手伝いがみんな終わるだろうか。母ちゃんたちは、 観音様に言ってもいいと言ってくれるだろうか。兄ちゃんが付近をゆすいでる間、僕は散々悩んだ。できればさっきの観音様の話で、兄ちゃんがお楽しみ会のことに気づいてくれるとよかったんだけど、そううまくはいかないらしい。どうしよう。聞くだけ聞いてみようか。 迷ったげく僕は当たって砕けろのつもりで聞いてみることにした兄ちゃんあのさ今日観音様のお楽しみ会なんだけど諦め半分で兄ちゃんの顔を伺うかがうすると兄ちゃんは壁の時計にちらりと目をやってあっさりとうなずいた観音様の 昼からだろしげも連れて行ってこいよ。わあほんとにあんまり簡単にお許しが出たので、僕はむしろそっちの方に驚いた。母ちゃん秋としげ、昼からは手伝いしなくていいよな兄ちゃんが僕の肩越しに母ちゃんに尋ねる。振り返ると、 母ちゃんがかっぽう着で手を拭きながら、こっちでやってくるところだった。観音様でお楽しみ会があるんだって。いいよ。行ってらっしゃい。母ちゃんがにっこり笑って言ってくれる。僕は、やったーと、万歳をした。二人とも、今日は朝早くからありがとね。さあさあ、 父ちゃんが帰ってきたから、朝ごはんにしましょう。あ、ほんとだ、帰ってきた表から、ポンポンバイクの弾むようなエンジン音が聞こえてくる。父ちゃんはさっき、僕たちに赤飯そいの仕事を言いつけた後、本家に配達に使うオートバイを借りに行ったのだ。朝ごはんが済んだら、出来上がったところから順に配達に行くのだろう。 キー兄ちゃん、シゲちゃんを起こして、ちゃんと顔を洗わせてね。わかった。アキちゃんは味噌汁をよそってちょうだい。うん。僕も返事をして家の中に入った。今の茶豚台の上にはもうみんなの箸が揃っていて、山盛りの漬物と昆布とうち豆の煮たのが出してあった。 僕は煮豆を一粒つまみ食いしてから台所に向かった。よーし、昼まで張り切って手伝うぞ鍋の蓋を開けると味噌のいい匂いがふんわりと上がってきた。僕はナッパのたくさん入った味噌汁をよそいながら今日のお楽しみ会に出されるお菓子をあれこれと想像していた。 昼ごはんをいつもよりうんと少なめにして、僕は右手に湯呑み茶碗を二つ持ち、左手で茂の手を引いて、杉林の真ん中にある観音様に向かった。家から観音様までは歩いて十分もかからない。境内代わりの広い杉林に入ると、ひんやりと肌寒かった。死因として、 おともない杉林をしばらく歩くと、やがて山門から賑やかな声がやってきた。おーいおーいあきちゃんこっちこっち誰かが僕に手を振っている。見ると、たけちゃんとよちゃんだった。僕の仲良しは、普段着とよそゆきのちょうどあいのこくらいの小ざっぱりした服を着て、 心持ちめかし込んでいた。けちゃんたち、早いね。何言ってんだい。もうみんな来てら。きちゃんがビリだぜ。え、ほんとほら、早く早く。みんなにお菓子食べられちゃうよ。僕は清ちゃんに手を引っ張られて、転がるようにして本堂へ走った。苔でいっぱいの庭を駆け抜けて、 幅広の階段をトントンと登っていくと、本堂の中は村の子供でいっぱいだった。修辞教室に通っている子供はみんな合わせて32人だった。つまり村の小学生全員だ。でも僕みたいに弟や妹を連れてくる子もいたから、実際は40人くらいいたかもしれない。 観音様の本堂は学校の教室より広いはずなのに、今日はひどく窮屈に見えた。おしょう先生、森下です。しげると一緒になって廊下から呼びかける。すると、台所から今朝の代わりに白い舞いかけをつけたおしょう先生が出てきた。こんにちは、呼ばれに来ました。 おきぼう坊にしげちゃんか。よう来た、よう来た。はよ、お上がり。しげるがズックを脱ぐのを手伝ってやって、さっそく本堂に上がり込む。集まっていたみんなは、めいめいの湯呑み茶碗に甘酒をたっぷり注いでもらって飲んでいた。お菓子は、ごませんべいに揚げあられにふがし、キャラメルに 玉チョコレートにビスケット。消し粒がかかったあんパンも一人に一つずつ配られていた。二人とも甘酒へ飲みなさるかねエビみたいに腰の曲がったばっちゃんがシワだらけの枯れ木みたいな手を差し出して僕たちに尋ねる。このばっちゃんはおしょう先生のお母さんだ。 いただきますとうなずくと、ばっちゃんは大釜をお玉でさらって、僕としげるの湯飲みに、温かい甘酒をなみなみと注いでくれた。男も女もみんな遠慮なくお代わりをするから、もう大釜の底が見えそうだった。ほーれ、パンでもせんべいでもうんと食べなされ。あっちにおいなりさんもあるからの。 はーい。僕としげるは元気よく返事をして、それからあとは食べることと遊ぶことしかしなかった。おしょう先生が言い出したカルタ取りは、男組と女組で分かれてやったら、三回とも女組の勝ちだった。僕たち男はそれが面白くなくて、最後の方は男は男、女は女で遊んで、 いつも通りくじ引きをしておしまいになった。くじ引きの一等賞は五年生のるちゃんが当てた二十色入りのクレヨンセットだった。これはみんなが羨ましがった。僕は四等賞の青いゴムボールで、しげるは三等賞の忍者のお面だった。しげるは早速お面をつけて、僕の前で偉そうに腕組みをした。 へへん、いいだろう。これ俺のだからな。兄ちゃんには絶対貸してやらないからな。ああ、いいよ。お面なんかいらないよ。しげるがあんまり憎まれ口を叩くから、つい僕も意地悪を言ってしまう。でも、しげるが生意気なのは本当のことだった。お面なんかより、ボールの方がよっぽどいいや。 これでタケちゃんたちとキャッチボールができるもんな。シゲルは一人で忍者ごっこでもしてろよ。何を言ったって、シゲルはどうせ最後には人のものを欲しがるのだ。そうしてこっちはお兄ちゃんだから、結局は折れてやるはめになって、嫌になる。なんだいなんだいキャッチボールなんかしたくないやい お面に隠れてわからないけれど、しげるはなんだか泣き出しそうな調子で行って、先に帰ると本堂を飛び出した。道草しちゃダメだぞバタバタと走っていくしげるの背中に声をかけて、僕は本堂の掃除に取りかかった。お楽しみ会の後片付けは、四年生以上の役目と昔から決まっている。 僕も今年からは掃除当番だ。ほうきや雑巾は女の子が持っていったので、僕は洗い物でもしようと台所へ行った。台所では、ばっちゃんがかまどから甘酒の大釜を下ろそうとしていた。僕は慌てて駆け寄って、大釜を支えた。いいよ、ばっちゃん。釜洗いは僕がするから、休んでいてよ。 そうかね。悪いの。腰の曲がったばっちゃんだから、こうやって並んで立つと、僕の方が頭一つ分背が高い。多分力も僕の方が強いだろう。大釜はとても重かったけど、僕は力を入れて、井戸の洗い場まで持っていった。他にも何か洗うものがあったら、ついでだから持ってきてよ。 おうおう秋坊はよう手伝いして、えらいのそんなことないよ、普通だよ。出し抜けに褒められて、僕はちょっとどもりながら、たわしで大釜をこすった。そこが焦げていたわけじゃないから、軽く洗うだけで、大釜はすぐきれいになった。ついでに、 おしょう先生たちの茶碗や金ざるなんかも片付けて、布巾を絞って干すと、ちょうどあたりが暗くなってきた。ばっちゃんは、かもどのそばで、僕が洗い物をする様子をずっと眺めていた。森下の家は、良い横に恵まれとる。木一郎丼も、こうやってよう手伝いをしてくれとった。 おっかさんがちっと弱りなすったが、その分しげちゃんが元気で跳ね回っててな。観音様も喜んどるわ。うん、まったくだ。ばっちゃんの声にいきなりのぶとい声が重なったから、僕は飛び上がって後ろを見た。そこにいたのはおしょう先生だった。おしょう先生の声は、 どちらかというと波声に近かったけど、大人に言わせるとお経を読む声がとてもいいということだった。おしょう先生は僕の目をじっと見つめると、ふいにこんなことを尋ねてきた。秋坊はこの寺が好きか。僕はちょっと考えてうなずいた。 おしょう先生は習字を教えてくれるし、ばっちゃんは優しいし、こうやってお楽しみ会もある。よっぽどひどいいたずらをしなければ、ちょっとぐらい本堂を走り回っても怒られなかったし、何より観音様の杉林は僕たちの一番の遊び場だ。だから嫌いなはずはなかった。たけちゃんだって、きよちゃんだって、もちろんしげるだって、 この村の子どもはみんな観音様が大好きなのだそしたら寺の子になるかその言葉にはびっくりしてすぐに答えることができなかったたしかに観音様は好きな場所だし和尚先生もばっちゃんも好きだけどお坊さんになりたいほどお寺が好きなわけじゃない だって僕には大きくなったら海へ行って灯台森になるという夢があるのだこれは春休みの作文にも書いたことだった「どうした寺の子になるのは嫌か寺の子になるのはたわしを握ったまま僕は口ごもった」「和尚先生は」 一体何だってこんなことを言い出したのだろう。ご馳走をしてもらったり、おもちゃをもらったりした手前、お坊さんになるのは嫌だというのも気が引けて、僕は下を向いた。そうか。わしは女房を早うになくして、後継ぎがないから、秋き坊みたいな子が来てくれるといいんだが。でも、 まあ、今はいい。だが、考えといてくれんか。なあ、ばっちゃん、秋坊が来てくれたら、楽しくてよかろうな。ええ、ええ、どんなにかよかろうの。秋坊は、せがれでなくて、もしかあんにゃ出すけの。おお、そうか。いや、そうだったな。 ぼうは、もしかあんにゃだったな。おっかさんもな、ぼうが観音様に行きたいと言うたら、いいと言うてくれるかもしれん。ばっちゃんの言葉に、胸がズキッといたんだ。まるで、太い釘がぶっすりと刺さったみたいだった。せがれじゃなくて、もしかあんにゃだから。 長男じゃなくて、次男だから。もしかあんにゃ。あんにゃではない。もしかしたら、そうなるかもしれない。というだけの、次男坊。だから母ちゃんは、僕を杉林の観音様にやってしまうのだろうか。僕なんかいなくてもいいって、 兄ちゃんと茂るだけで十分だって、そう思っているのだろうか。考えるだけで目のあたりが染みてきて、僕は知らぬ間に駆け出していた。 それから四日の間は、おしょう先生が押しかけてくるわけでもなく、何事もなく過ぎた。僕は、なんだ冗談だったのか、と、ほっと胸をなでおろしていた。だけど土曜日の夕方、ちょうどたけちゃんたちとの川遊びから帰ってきた時だった。玄関に、おばんですという声がかかって、 けさをつけたおしょう先生が、とつぜんぼくのまにすがたをあらわした。あ、お、おばんです。ぼくはやなよかんにきゅうにむねがどきどきとさわぎだして、それだけいうのがせいっぱいだった。おしょう先生はおだやかにわらうと、とうちゃんとかあちゃんはいるかときいてきた。どうしよう。 緊張して、膝がかすかに震えているのがわかる。おしょう先生、本当に僕をもらいに来たんだ。父ちゃんと母ちゃんは町に仕入れに行っていて、まだ帰っていなかった。間の悪いことに、兄ちゃんも帰っていなかった。しげるだけがおしょう先生の声を聞きつけて、玄関に出てきて、おばんです、とおじぎをした。 はい、しげちゃん、おばんです。どうした、希望？父ちゃんたちはいないのか僕は一刻も早く帰ってもらいたくて、強くうなずいた。それなのに、おしょう先生は、少し死案顔になって、それなら待たせてもらおうかなと言った。お客の好きなしげるは、おしょう先生が家に上がるとわかって、すっかりはしゃいでいる。 僕もこの間までだったら、しぎると一緒に喜んだだろうけど、今日はおしょう先生を家の中に一歩も入れたくなかった。それじゃあ、上がらせてもらうよ。嫌だけど、大人に向かってダメだとも言えない。頭の中で、どうしようという言葉だけがぐるぐる回る。その時だった。 おしょう先生、おばんです。おしょう先生の後ろから、兄ちゃんの声がした。僕は小さい頃みたいに、兄ちゃんのそばにすっ飛んでいった。気がつくと、兄ちゃんの白いシャツの裾に、ぎゅっとしがみついていた。あの、きおが何かしましたか兄ちゃんはいつもと違う僕に気づいて、 大人ぶった口ぶりで、おしょう先生に尋ねた。おしょう先生は、兄ちゃんならもう中学生だし、大人扱いをしてもいいと思ったのだろう。うちに来たわけを簡単に話した。兄ちゃんは驚いた顔をして、僕の目を覗き込んだ。秋きお前、おしょう先生のところに行くのか しげるはポカンと口を開けて僕を見ている。僕はブンブンと首を横に振った。行きたくないんだな。今度は首が折れそうなほど強く頷く。すると兄ちゃんはきりっと真面目な顔になって、さっきよりももっと大人っぽい調子で言った。おしょう先生、うちの弟は行きたくないそうです。 いくらおしょう先生の頼みでも嫌がる子をやるわけにはいきません。一瞬痛いくらいの静けさが耳を打った。僕を挟んで二人が睨み合っているみたいで居心地が悪い。話の的になっている僕にしたって何を言えばいいのだろう、どうしたらいいのだろうとおろおろするばかりだった。 母ちゃん。僕は心の中で母ちゃんを呼んだ。母ちゃん母ちゃん必死になって呼んだ。でも僕は心の中で母ちゃんに助けを求めながら、頭の中では正反対のことを考えていた。母ちゃんは体が弱いんだもの。 子供が三人もいるよりは、二人だけの方が楽かもしれない。ふと、ごほごほと苦しそうな咳をしながら、寝まで横になっている母ちゃんの細い背中が思い浮かんだ。僕は母ちゃんが昼間から伏せっているのを見るのが嫌いだった。映るといけないからと言って、寝まで一人きりで寝ている母ちゃんは、 なんだかとても小さく、弱々しくて、今にも消えてしまいそうだった。僕、観音様に行った方がいいのかな。兄ちゃんもお尚先生も、それから茂も、黙りこくっている。音が何もなくて、耳が痛いくらいだった。 僕が手伝ったくらいで、母ちゃんの仕事が減るわけじゃないし、そっと兄ちゃんの横顔を見上げる。兄ちゃんは難しい顔をして、僕をおしょう先生に渡すまいと踏ん張っていた。僕は兄ちゃんのシャツの裾から、一本ずつ指を離した。力いっぱいに握りしめていたせいだろう。 僕の指が食い込んでいたところには深いシワができていた。あ、あの、僕、そう言いかけた時だった。お尚先生がにらめっこで負けた時みたいに墨よりも黒い太い眉を開いて笑い出した。そうかそうか。うなずきながら なおもくくと苦笑いする。そして、兄ちゃんの肩をポンと叩き、るの頭をぐりぐりなでると、ちゃんと留守番をするんだぞと言って帰っていった。僕は急に気が抜けて、土間にぺたりと座り込んでしまった。兄ちゃんも、泥棒を追っ払ったみたいだとつぶやいて、 しばらくぼーっとしていたそれからだいぶたったある日のこと。 あの晩、兄ちゃんが父ちゃんたちに何も言わなかったから、僕も和尚先生がやってきたことはいつの間にか忘れかけていた。習字教室に行っても和尚先生が僕だけに何か言うことはなかったし、いつもと変わらない日が続いた。だから僕は、母ちゃんから観音様へのお使いを頼まれた時も、何の心配もなく出かけて行った。 母ちゃんに持たされたのは、漆塗りの重箱だった。中身は、お尚先生が観音様にお供えする丸い餅菓子だ。こういうお供え物を作るのも、僕のうちの仕事だった。僕は風呂敷に包んだ重箱をしっかり抱えて、お寺の勝手口に回った。森下です お供えを届けに来ました。中に声をかけてしばらく待つ。てっきりばっちゃんが出てくると思ったのに予想に反して顔を出したのはおしょう先生だった。僕はちょっとドぎマギしながらお使いに来たことを告げた。いつもならこれは母ちゃんの役目だ。でも母ちゃんは この間からの風がまだ治りきらなくて、また少し、寝たり起きたりを繰り返していた。おお、ご苦労だったなぁ。おしょう先生は風呂敷包みを受け取ると、くいっと顎をしゃくって、本堂へ上がるように言った。そこへ座って、待っておれ。本当はお使いを済ませた足で、 ひよちゃんの家へ遊びに行くつもりだったんだけど、なんとなく断れなくて、僕は言われた通りに本堂へ上がった。本堂は全体に薄暗くて、床だけが日の光を反射してピカリと光っている。襖も障子もない、だだっぴろい板の間の真ん中に、ポツンと物書き机が出ていた。 僕は机から少し離れたところに正座して、お正先生が来るのを待った。何もすることがなくて、まっすぐに顔を上げると、あの勇士ある観音様が、朱色の柵の向こうにすいと立っているのが見えた。観音様の足元には、色あせた木彫りのはすの花がたくさん咲いていて、他にも、 鈍い金色に光る細々とした道具がいくつも並べてあった。ふーん。思わずうなってしまう。ここの観音様をこんな風にじっくり見たのは初めてだった。僕は村のじっちゃんやばっちゃんたちのように仏様について詳しいわけではない。でも、 こうやって薄暗い本堂でじっと眺めていると、あの言い伝えが本当らしく思えてくるから不思議だった。やがておしょう先生が、待たせたなと言って本堂に入ってきた。両手に持った漆塗りの高月には、僕の持ってきたち菓子がきれいに持ってあった。おしょう先生はそれを観音様にあげると、 ぼそぼそと小声でお経を唱えた。それが済むと、くるりとこちらに向き直って、僕に尋ねた。秋う、お前、甘いものは好きか僕は、間髪を入れず、うなずいた。だってそうだろう。この世に甘いものの嫌いな子供なんて、いるわけがない。 おしょう先生は僕の顔を見て笑うと、観音様の前から白い箱を下げて、また台所へ行って、今度はうぐいす色の皿を手に戻ってきた。これは前に村長さんからもろうてきて、仏様にお供えしとったんだが、ばっちゃんと二人きりで呼ばれるにはちっと余計だ。好きならお上がり。 僕は目の前に置かれた皿を見てびっくりした。カステラなんて大きなカステラなんだろう。父ちゃんが持って帰ってきたカステラのざっと倍はある。一切れのカステラでも僕たち兄弟は三つに分け合って食べたのだ。それなのに、あの時のカステラよりずっと大きいものを 僕一人で食べてもいいだなんて。あまりのことに僕はすぐには手を出せず、皿の上の大きなカステラをじっと見つめていた。どうしたカステラは嫌いか好きです僕カステラ大好きですでは早うお上がり。子供が遠慮するもんではない。 あ、はい僕は胸をドキドキさせながら、重いほどのカステラの皿を手に持った。立派としか言いようのないカステラは、初めて見た時と同じように、鼻の奥まで染みるほどの甘い匂いを漂わせている。僕は皿に添えられた竹のフォークを、カステラのど真ん中に思い切って差し込んだ。 そうして高く持ち上げたカステラに、大口を開けて、かぶりついた。甘ーい口が塞がっているから、心の中で叫ぶ。僕は何もかも忘れて、ひたすらカステラの甘さを味わった。ああ、ほっぺたが落ちるって、きっとこういう甘さのことだ。 こんなにすごいことは一生に一度しかないかもしれない。僕は息継ぎをする暇もなく、甘い甘い大きなカステラを瞬く間に食べ終えた。秋坊、どうだ、うまかったかその声で、はっと我に返る。顔を上げると、お尚先生が自分の唇を指さしていた。 そのわけに気づいて、慌てて口を拭うと、手の甲にカステラのかけらがくっついてきた。うわやっちゃった。よその家の、それもお正先生の前だというのに、僕ときたら、ものすごく行儀の悪い、意地汚い食べ方をしてしまったらしい。これは間違いなく、おこごとものだろう。 僕は恥ずかしさで耳まで熱くなるのを感じながら空っぽになった皿を置いた。お尚先生はそんな僕を見てにやにやと笑っている。そしてそんなにうまかったならもう一つお上がりと言った。僕は一瞬自分の耳を疑った。こんなに美味しいカステラを 大きすぎるくらい大きく切ってもらって、しかも僕一人で食べてしまったのに、お尚先生はもう一つ食べろというのだ。もちろん嬉しかった。こんなに美味しいものならいくつだって食べられる。ずっと前から一度でいいからカステラをお腹がはち切れるまで食べてみたいと思っていたのだ。でも、 だからといって、はい、食べますなんて答えてもいいのだろうか。いくら和尚先生のすすめでも、それではあんまりずうずうしいような気がする。そう考えると、だんだん心がとがめてきて、僕は返事ができなくなった。どうした、食べられんわけはあるまいに。黙っているのは、 遠慮をしているからだと思ったのか。おしょう先生は空になった皿を手に、スッと台所へ立っていった。そしてまた、さっきと同じくらい大きなカステラを僕の前に置いた。お上がり、秋棒。あ、はい。うなずいたものの、実はさっきの一切れが、 だんだんお腹の中で膨らみ始めていた。お茶を飲んだわけでもないのに、乾いたスポンジが水を吸って重たくなるのに似ていた。でも僕は、美味しいものを独り占めしたいという意地汚さだけで、二切れ目を断らなかった。それにしても、お正先生はどうして僕だけにこんなごちそうをしてくれるのだろう まさか、和尚先生は。ちらっと目を上げて、僕は和尚先生の様子をうかがった。後になって、カステラを食べたんだから、寺の子になれって言うつもりなんじゃ。いらんのかもう腹がいっぱいになったか。いい、いいえ、今、呼ばれます。 はじかれたように返事をして、僕は急いでカステラの皿を手に持った。カステラの置かれた皿は、心なしかさっきよりも重いような気がした。見つめていると、この一切れを食べきれるかどうか、自信がなくなってくる。僕は、とにかくさっきよりも行儀よく食べようと心に決めた。 それじゃあいただきます。僕は大きなカステラを竹のフォークで半分に切ってから口に入れた。すると、なぜか一切れ目を食べた時ほどの美味しさはなかった。初めて食べた時のカステラとはちょっと違って、蜂蜜の匂いもしなかった。でも、甘さは多分それ以上で、 しっとりとしていて、下の焦げ目についたざらめも一粒ずつが大きかった。甘い。一生懸命に噛んで飲み込もうとしているのに、ちっともはかどらない。そのうち、カステラの強くてしっかりした甘さに、胸のあたりがムカムカしてきた。 どんなに大好きな美味しいお菓子でも、いっぺんにたくさん食べるのはいけないんだ。やっぱりお菓子は、みんなで分け合って、ちょっとずつ食べるのがいいんだ。お腹へ降りていかないカステラと戦いながら、僕は二切れ目を出してもらったことを、早くも後悔していた。カステラって、どうしてこんなに、 嫌になっちゃうくらい甘いんだろう。どうしよう。お腹が苦しい。こんなに美味しいものを独り占めしたから、観音様の罰が当たったのかな。一旦口をつけたのだから、今更、もうお腹がいっぱいなのでいりません、とは言えない。僕は観音様に怒られているような気がしながら、 残った半分を何とか口に押し込んだ。秋坊は本に歌詞が好きだなあ。どうにかこうにか二切れ目を食べ終えた僕をお正先生は面白そうに眺めていた。ごちそうさまでした。本当にとっても美味しかったです。そうかそうか。 おしょう先生は笑って頷くと、また立ち上がって、なんと、見切れ目のカステラを持ってきた。そんならもっと食べるがいいさ。わしとばっちゃんは、後であきうの餅菓子を呼ばれるからな。今度の僕は、絶句した。それもそのはずだった。 さっき食べた二切れ目のカステラがお腹に収まりきらず喉の向こうから口へ戻りそうなのだ。カステラは大好きだけどこれ以上食べたらお腹の皮が破れてしまうに違いない。なあ、秋坊や。お正先生には僕のパンパンになったお腹が見えないんだろうか。お正先生は 僕に見さらめのカステラをすすめながら何気ない感じで口を開いた。食わした後でこんなことを言うのはずるいかもしれんが僕はやっぱり来たかと思った。食べすぎてお腹が苦しくてたまらないのにまたそんな寺の子になれという話をぶり返してくるなんて 今のお腹の苦しさでいっぱいの僕の頭では、ちゃんと考えて返事をするなんてできやしない。僕はお尚先生が何か言うより先に、ふるふるっと首を振った。そんなに寺の子になるのは嫌か嫌だった。毎日美味しいお菓子をくれると言われても、 母ちゃんと離れるのは嫌だった。家から歩いてすぐのお寺でも、やっぱり嫌だった。あれから僕も、寺の子になることを自分なりに考えてみたのだ。母ちゃんの病気のことや、家の手伝いのこと、兄ちゃんと茂のことも考えてみた。でも、どんなに考えてみたって、 どうしようもなかった。僕は母ちゃんのそばにいたいのだ。どうしても、どうしても一緒にいたいのだ。たとえ母ちゃんが僕をいらないと言ったって、それでもあの家にいたいのだ。僕がうつむいたので、おしょう先生もそれ以上は言えないみたいだった。 おしょう先生はしばらく黙っていたけど、急に大きな咳払いをすると、こんな話を始めた。わしには遠くにおいっ子が一人あってな。戦争のせいで今はどこにどうしているのか、わからんになってしもうた。そういえば、前に噂で聞いたことがあった。 和尚先生には妹がいて、その人は戦争の前に満州にお嫁に行ったまま、今も消息がわからないのだという。一度だけ満州で男の子を産んだという手紙が来たそうだけど、その男の子も今となっては生きているのか死んでいるのかわからない。もし生きていれば、僕と同じくらいの年頃なのだという。 和尚先生はついと庭に目をやったそのどこか寂しそうな横顔を見ているうちに僕は無性に和尚先生がかわいそうになってきたこんなに弱々しい顔の和尚先生を見るのは初めてだった和尚先生何か言って慰めてあげたいのに うまい言葉が見つからない。仕方なく、僕は開きかけた口を閉じて、お正先生の次の言葉を待った。やがてお正先生は、庭に目をやったまま、ぽつりと呟いた。わしのおいっ子も、満州でもどこでもいい。たまには、こうやって、 甘い菓子でも食べてるといいんだが、食べていると思います。僕は思わず叫んでいた。お尚先生は軽く目を見開いて僕を見つめた。僕はまた顔が熱くなるのを感じた。僕はお尚先生みたいな親切な人がどこにもたくさんいて、 子供にお菓子をあげていると思います。きっと、そうだと思います。おしょう先生は、うなずいた。何度も何度もうなずいて、そして机に向かうと、はよを食べてお帰り、と僕を促した。僕は覚悟を決めて、見切れ目のカステラに手を伸ばした。 お腹は今にもパチンとはじけそうだし、味もほとんどわからなくなっていたけど、食べようと思った。そのために、ズボンのボタンを外した。ピーンと背筋も伸ばした。いただきます。もう竹のフォークなんて使わなかった。お行により、食べきることだけを考えようと思った。 目をつむってカステラの大きな塊を手でつかむ。ふわふわと柔らかく軽いはずなのにずっしりと思い。僕は口を大きく大きく開けてカステラにかぶりついた。するとあの果てしない甘さが体中を埋め尽くした。さてもさても。 よう食べたことよ。まさかハンサを一人で平らげるとは思わんかったて。おしょう先生は、はっはっはと大声で笑った。 台所からザクザクとナッパを刻む音が聞こえてくる。いつものように白いカッポーをつけた母ちゃんが晩ご飯をこしらえているのだ。僕は台所の入り口の影から鍋の火加減を見たり芋の皮をむいたりと忙しく動き回っている母ちゃんの後ろ姿をそっと見つめていた。カステラを 大ごちそうになった日の後、おしょう先生はもう一度だけ僕の家にやってきた。僕はちょうど遊びに出ていて知らなかったけど、父ちゃんがその時のことを後でこっそり話してくれた。それによると、おしょう先生は間に本家のおじさんを立てて、父ちゃんと母ちゃんに僕を養子にもらいたいと正式に申し込んできたらしい。 一緒にやってきた本家のおじさんは、森下の家は男ばかりの三人兄弟だし、神宮寺さんなら先々も安心だろうからと言って、僕を養子に出すように強く勧めたという。でも、その時の母ちゃんの返事はこうだった。何ぼ男の子がたくさんあっても、 よそ様にやる子は一人もありません。おとなしくて気の優しい母ちゃんが、こんな風にはっきりとものを言うのは初めてだと、父ちゃんが笑った。それを聞いたとき、僕は安心したのと嬉しいのとで、ちょっとだけ泣いた。本当に、ほんのちょっとだけ。でも今も、思い出すたびに、胸の一番深いところが、 キューッと熱くなる。母ちゃん。僕は心の中で、小さく小さく母ちゃんを呼んでみた。すると母ちゃんが、なに、あきちゃんと言いながら、ゆっくり振り向いた。そうして、びっくりした僕を見て、ふふっと笑った。どうしたのそんなに驚いて。 だっててちゃんどうし僕何も言ってないのに何も言わなくたって分かるのよ母ちゃんだものそう言って母ちゃんは「もうじき晩ごはんになるから父ちゃんたちを呼んできて」と言った。 うんとうなずいて、僕は駆け出した。またちょっぴり涙が出た気がして、僕は慌てて目をこすった。